今回皆さんに伝えないといけないことがあります。逆、今私の隣にいるのはお兄ちゃんです。はいどうも、アミカの兄のタイガです。実は今回初登場でお兄ちゃんに来てもらったんですけど、今回何で来たか分かりますか？何で来たん今日俺？ポエトメンバーにドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、ポエトメンバーにドッキリを仕掛ける気持ちどうですか？緊張する。だって90万人ぐらいの人らが見てるチャンネルの人らやろ。そう、現役 JC が知らない男と添い寝をしていたらメンバーはどういう反応をするのか。実はね、メンバーもあんまり知らなくて、顔をね肌の色も違うし、顔の大きさも違うし、だって前に来て見てもらう、お前が多分これぐらい出てちょうだいどう、アミカと添い寝する気持ち？ちょっと嬉しいキモい全部そう。じゃあ早速仕掛けていきたいと思います。せーの、レッド。これだね、ハウス。え、これどうやばい、絶対脱がない、絶対脱がない。うわ、きっしょ。うわ、キモ。で、半爆睡で、半爆睡な。そう、はい、じゃあセッティング完了したので行っていきたいと思います。うわ、びっくりした。あ、こんにちは。実はアミカのお兄ちゃんです。アミカのお兄ちゃんです兄貴なんですよ。はい、お父ちゃん、びっくりした。兄貴、お兄ちゃんです。わー、びっくりした。めっちゃ怖かったもん。もうお兄ちゃんと似てるから似てるかな、一緒に似てるっていうか、それどころかでも知らん人いると思って、しかもアミカと似てるって。ママさんに電話しちゃってんけど大丈夫？ママだっての知ってるもん。知ってるもん。仕掛け人かい。車のアリアでリメイク出てんの、あのパンって、パリキアの。
男性ではいるんです、女性ではないんですけど、はい、はい、実は、はい、アミカの、はい、お兄ちゃんです。あ、お兄ちゃんです。あ、はい、じゃあとりあえずごゆっくり。帰っちゃうんですね。帰っちゃう、帰っちゃうんですね。あ、皆様にどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、びっくりした、誰かなと思った。食べたいご飯はたらこスパゲティとか結構好きですね。食べたいご飯はたらこスパゲティとか結構好きですね。でもそんな感じですね。あんか誰、まあ、結構ストレッチもします、体を柔らかくしたいで。何言ってんすか。まあ、結構ストレッチもします、体を柔らかくしたいで。何言ってんすか。事務所に何してこれって結構クロールも泳げるやん。これって結構クロールも泳げるやん。関係ない。彼氏？余計ダメやろ。何やってんの？いや、実は、はい、アミカの兄です。アミカの兄です。アミカの兄です。うわ、ほんまに。マジか。うわ、ドッキリか。うわ、ドッキリか。うわ、ほんまにすいません。うわ、やっと、これ、やばいやつ。ほんまにすいません。ほんまにすいません。スパゲティが好きです。うわ、焦った。うわ、この人日本語通じない人、やばいと思った。気をつけよう。うわー、ダイヤのお兄ちゃんだよね。はい、お兄ちゃん、兄貴っす。うわお久しぶり。びっくりしたな。何か覚えてたんです。
ベビータッピーで会ってるもん、エンちゃん。ピリッ気づくスピードはめちゃくちゃ速かったよね、やっぱり。いきなり添い寝しとったらダメするよね。普通になんか馴染んでたし。でもお兄ちゃんならいいけど、自分、場所考えられる。アミカが嫌ですね。それは謝り謝って。それは謝って、俺に。すいません。はい。どうも、こんにちは。アミカの彼氏は多分されるハハハハ。